はい、漢字の勉強の時間です。4つのステップで漢字を勉強します。レベルは N2 です。この漢字の意味は s t a t u ピ e picture, image。訓読みはありません。音読みは像と読みます。実はこの部分、像さんの像という漢字です。同じ音読みです。 音読みは言葉で覚えましょう。イメージ、画像と言います。画像ですね。画像。メールと一緒に画像を送信する。写真のことですね。画像。それでは繰り返してください。メールと一緒に画像を送信する。 一つ目、映像、映像と読みます。これ、映画の A ですね。で、イメージ。なので、これ、ビデオのことです。映像、映像。二つ目、to imagine、想像する、するをつけると、えー、動詞になります。想像する、想像する。ラディカルは、 人弁です。ここにありますねで。先ほど言いました。この漢字は象さんの象という漢字です。はい、それでは一緒に書きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14角です。 答えは4番、想像です。想像。3番、予想という漢字。イメージできますか予想という漢字はこういうふうに書きます。皆さん合ってましたか ?10 年後を想像できますかできますかはい、今日の漢字はどれですか簡単ですね。これでした。